な感じなんです。はい、これはすごい。体長本当に小さくなった。あ、大物芸能人の方だったのでちょっとダメでした。はい、ボンジュー。私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。今日は新宿にできたニューフェイスクリニックさんのレセプションパーティーにお呼ばれしたので撮っていきたいなと思います。お花が入り口のとこなんですけど、もうすごいたくさんあります。中に入りたいと思います。こちらニューフェイスクリニックさんです。すごい有名な方たちも今たくさん来られてますね。機械が、お、勝手に潜入。これなんだろう。ハイドラとかね、美肌系の機械かな。いっぱいあります。部屋がいっぱいあります。お、施術してます。池田先生です。ここの院長先生、池田先生が。え、これ潜入していいんですか？あ、あのね、でもこの方が大物さん、あ、大物芸能人の方だったのでちょっとダメでした。なんか見たことある人もいた気がしますけど、今日は私もちょっと施術をお願いしたいんですけど、ね、ニューフェイス注射って言ってね、はい、今 AI 加工でここのところがなくなるのを流行ってるじゃないですか、はいはい、それを注射でなくしていく。ここがね、そう、私ここがやばいんですよね。そこを今日なくした上で、うん、あのポテンザダイモンチップっていうので引き締めて、はい、より小顔になると。その予定です。映ってくれますか？高さん。はい。こんにちは。大物芸能人。いやいや、全然大物じゃないです。高健二さんです。こんにちは。素敵ですね。はい、すごいダンディーだ。いやいやいや、素敵っていうか、ね、うん、素敵ですよ。いやいや、可愛いですよ、マジで。ね、お人形みたいですよね。あのね、お花の尾翼もちょっとちっちゃくできますよ、はい、その注射、うん、はい、ここ年とともに大きくなっていくんですね、はい、これちっちゃくできます、うん、いやね、おかしいおかしい、よく見たいな。マリモさんだ、うん、え、これ何、脂肪溶解注射ですか？それのニューフェイス注射って言って筋肉も溶かすんです。脂肪だけじゃないです。はい、あとここはあの唾液腺ですね、唾液を出す線を溶かすとここがシュッとちっちゃくなるんです。すごい、口の中からだから何もないんですよ。ああ、え、これ麻酔はしてるんですか？これ麻酔が入ってます。はい、痛くないのか。めっちゃ緊張してます、うん、こんなに不安そうな何もしろ、なかなかこれが面白くてしょうがない。これ不安そうなの。え、これ私もやるやつですか？あ、そうです、そうです。一緒、はい、私もこれからやります。体長本当に小さくなった。え、そんな瞬間で小さくなった。顔が小さくなった。顔がなくなった、うん、すっげー、ね、本当好きで、でまたもっとスッキリしてきます、ね、この場で変化がわかるんですよ。なんか彫刻みたいにそこをなくしていって、だから好きな顔が作れるっていう新技術なんです。うん、あんまりね、多分慣れてらっしゃるから全然痛くないと思う。うん。うん。ちょっとね、骨膜上に打つからチクチクはするんですけど。うん、これでもうすぐこうなくなったんですよ。すごい、本当だ、ね、何これ。これやばいでしょ。どういうこと。え、本当だ、シュッてなった、うん、もたつきがなくなった、うん、何が入ってるの。いろいろ入ってます。コラーゲンナーゼってコラーゲンを溶かす物質と、あとボトックスの、うん、筋肉をちょっとなくす物質と、うん、あと瞬間的に、瞬間的に、はい、そうじゃないんです、うん、え、笑えなくなってしまいます。それは笑いながらやります、ね、ボリューム減らすだけだから笑えるんですよ。それ笑いやすくなりますね。両方の筋肉に引き継ぎがかかるんで、
すごい。こんな感じなんです。はい。これもすごい。山崎の仕事も全然違う。はい、うん。すごい。お疲れ様です。ありがとうございます。これがニューベースチューサーってここの一押しのメニュー。これは毎月したい。ね。じゃあもっと良くなりますよね。ちょっとずつちょっとずつ。ちっちゃくなる。そう、お金もっと減らしたい。毎月来ているんです。あ、そうですか。変化を取っていきたい。あ、でも本当にあの動画加工、加工したら変になるが僕のゴールです。ああ、それがいいです。ノーマルの方が一番可愛くて、加工いらないって。で、友達にも私加工いらないからっていうのが今のストレス。それがいい。うん、それがいい。気になるし、ほうれい線も気になるし、双眼鏡中心ですね。ペンのところを通してするみたいです。そうなんだ。あなた、気になる。適当なものされたんですね。あ、中心になる。すごい効きますね。すごい、びっくりしました。あ、でもこっちだけ鏡で。ちょっと鏡で。失礼いたします。暑さとか今大丈夫ですか？全然大丈夫です。え、すごいですか？すごいです。大丈夫です、ね、めっちゃいいです、ね、いいですか、うん、はい、よかったです。すごい、すごい、なんか月に本当にいらない、可愛くなりましたね、さらに。鼻の下もいいと思います。鼻の下やったらどうなるんですか？うん、それやってほしいです。陰中短縮と中眼内短縮お願いします、うん、と、頬骨の頬骨削りいらないぐらい頬骨のとか削り、ツーラインとあんま痛くない、うんうん、あ、ここは筋の糸入ってないし、うんうんうん、すごいいいですね。暖かいだけ、暖かいだけでこんだけ縮まったらいいですよね。すごいですね。素晴らしい。右がめっちゃすごい顔ちっちゃい。全然違いますよね、うん、違う、うん。すごい、キュッとしましたね。すごい、ずっと。今の V ラインに戻ってきた。あ、本当ですか、うん、今ヒリヒリ感じる場所とかございませんか？全然ないです。何もないです。どんどんお顔小さくなってきます。時間とともに、ね、え、時間とともにやっぱり効いてくるんですか？そうですね。劇で何をやってる人が一番可愛いかしか考えてなくて、やっぱね、コツ切り系じゃないんですよ。まあ、コツ切りも可愛くはなるんですけど、結局コツ切りだけじゃなくて、結局こういう表面上の治療をちょこまかやってる人が可愛くて、こんだけ切りました、ありましたみたいな人は、傷跡は残ってるけど、あんまりだなみたいな人が多い印象なんで。お痛みかができる？全然大丈夫です。全然痛くない。ちょっとこれだけ痛いんですよ。大丈夫ですよ。ちょっとだけ。ちょっとね、ここは。これ何がどうなるんですか？あ、これ今見ましょうか。鏡の。はい、失礼いたします。尾翼ちっちゃくなるんですよ。ほら、こっちだけね。本当だ。うん、でも、もともと尾翼そこまでないから、その加齢の膨らみを利用するぐらいだけやってると。今日すごい顔小さくなりましたね。ここに来た時とも今全然違うんですよね。違いますよね。で、お花もね、年齢とともに大きくなっていくので。そうなんですか、うん、この辺を小さくしておく方が、うん、あのドールっぽいでしょ、うん、なるほど、そう、これが加工ですね、うん、そう。いや、ちょっと待って、やっぱりね、普通の方は可愛いと思いますよ。本当、うん。あ、でも先生、可愛くなった。うん、僕も可愛くなった。ただ、さっきの、うん、あのあれに似てるのは分かる。ああ、ね、そう。これやっぱこう、中画面をギュッてしたら、もっともっと短くしていきますよ、うん、これから先生がやるとめっちゃでしょ、ギュッてなりすぎちゃう。なんでだから、私がこれ普通に見るってこと、私は元が長いからだと思うんです、うん、もっと短くしましょう。そういうことで、お願いします、はい、頑張ります。でも今日もすごいいい感じになりました、はい、1回で。ね、よかったです。1回でこんなに幼くなるとね。うん、見比べてください、みんな。最初の顔と私。今日はありがとうございました、はい、オープンの記念すべき。はい、ありがとうございました。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと、インスタと TikTok と LINE ブログと Twitter もやってるので、そちらもフォローお願いします。お願いします。じゃあね。バイバーイ。